はい、どうも僕です。さあ、ということで、今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーやっていきましょう。ということで、今回は、ソードブレイカーを使って、相手の武器を破壊していきたいと思います。まあ、このソードブレイカーという武器がそもそも何かというと、まあ、名前のまんまなんですが、ソードブレイカー、つまりは、剣を破壊する、それがソードブレイカーでありまして、その中でソードブレイクという技があって、これを使うことによって、相手の武器を破壊することができると。でこの武器破壊が何なのかっていうと、まあ、簡単に言えば、武器を持っているモンスターに対してめちゃめちゃ有効な技で、そのモンスターが使う、まあ、武器系の技を使うことができなくなると。まあ、なので簡単に言えば魔法トーンの武器バージョンみたいな感じですね。で、武器破壊されたら、その状態にかかったモンスターは戸惑いながら攻撃をするか、もしくはまあ、武器を使わない技を使っていた場合、例えばゴールデンゴーレムが、バギマを使っていたら武器破壊の効果は効かないけど、逆にもう片方の、それを使ってきた場合に関しては戸惑いながら攻撃をするって感じなので、まあ、武器を持っているモンスターの武器を破壊して動けなくしてしまおうという、それがこのソードブレイカーとなっております。でソードブレイカーはね、魔法使いでしか使うことができなかったので、今回は本当は賢者とか使いたかったんだけど、魔法使いで戦っていきたいと思います。でパーティーに関しては魔法系が得意な、祈祷師と悪魔神官の2人を採用していて、なぜこの2人かっていうと、まず魔法使いとのシナジーがあって賢さ高くて呪文も強くて、その代わり身の守りが弱いんだけど、ちょうど身の守りを、使わなくても良くなる、そんな武器を僕らは持っているソードブレイカーなので、ソードでブレイカーして物理攻撃を受けなくしてしまおうという、それが今回のパーティーのまあ、コンセプトとなっております。それじゃあ早速やっていきましょう。それじゃあまずは、竜太と対戦していくんだけど、まあ、今回ね、ヒナとかだと、あんまり相性が良くないんだよね。そう、武器を持っているモンスターじゃないといけないんで、物理系で来る竜太とか、大輝とか、そこら辺の方が、武器破壊は有効であると。まあ、一応ヒナが使うリザードマンあたりは多分武器破壊効くのかなって感じはするけど、まあ、あんまり武器主体って感じではないんで。で、まあ、あと、お前はちょっとカットで。あ、これ、これ。まあ、ちょっと思ってたの違うけど、いいよ。デビルアーマーね。デビルアーマー。悪魔的に甘いことでおなじみのデビルアーマーね。まあ、この子も武器持ってるんで、確か武器破壊できたはず。爪は武器破壊できんのかな？多分できない気がする。から、ま、狙うならデビルアーマーって感じになるのかな？じゃ、まずは一旦ね、このメンバー VS、リュータと戦っていこっか。まあ、もし、リュータ大輝と戦って全く武器破壊できなさそうだったら、ゴリ押しで最後武器破壊弱点の奴らをかき集めてバトルしていくことになると思うけど、ちっちゃー！ソードブレイカーでそんなちっちゃいの？まだ一回も使ったことなかったんだけど、え？ちっちゃ！クソちっちゃいじゃん！え？そんなちっちゃいの？で、悪魔神官と祈祷師ね。まあ、ここら辺はいいんだけど、ちっさ。クソちっせえ。そんな武器でどうやって戦えと。で、しかもですね、このソードブレイカーという武器は単体攻撃なので、まあ、デビルアーマーに当たるかどうかは、まあ、かなり運要素が絡んでくると。いや、ほんと。いや、きっと彼は使える。いや、僕らが諦めたらどうすんだ？まだ一回も使ってないんだから。もしかしたら、なんか、武器破壊に弱いやつを徹底的に当ててくれみたいな、そういう優遇あるかもしんないからね。まあ、一旦これ、ハヤブサやってくれ。まあ、もし戸惑うことができたら、これかなりでかいからね。頼むよ。まず一旦ソードブレイカーやろう。お、いいよ。そして、どこ行く？ソードブレイカー。お、いいよ。はい。まあまあまあ。え？ほぼ確定くらいの気持ちでいたんですけど、武器破壊弱くてもかからないことある？そんなことあっていいの？そんなことあっていいの？いや、あっちゃいけないね。だって単体攻撃、火力クソ雑魚でやっと破壊して、うん、ギリオッケーくらいよ。だっていや、戸惑うとかじゃないんだよ。だってしかも、え、そんなことがあっていいんですか？しかも聞きすぎだし、しかも確かにその防御には全く、耐性というか、ねえ、全然考えてない編成にしてるから、ちょっと、まずいのでは？いや、だって、反対でしょ？まず。
だからもういちいち交換なわけだから、そのラリーフォーマーみたいな感じで確率めちゃめちゃ高くないといけないわけで、しかもラリーフォーとかと違ってその眠るとかじゃなくて戸惑うだけだから、動けなくなるんじゃなくてダメージを軽減するだけなわけよ。だからだったらもうほぼ確定で僕はいいと思ってたの。確定じゃない、嘘だって言ってくれよな。まだ始まった。でも今の見た感じ、あの当てる相手はもしかしたら武器破壊できる相手にちゃんと設定されてるのかもしんない。だとしたら まだちょっと許容範囲なのかもしれないね。ギリギリだけど、まあダメージ食らっちゃうけど、まあまだ始まったばかりよ。ここでちゃんと破壊できたら全然可能性あるから、行こうベギラマン。いいよ素晴らしい。しっかりとダメージ与えて、ここまではまあギリ予想通り、攻撃も食らってはいるけどまだ大丈夫。あ、いいよ、違う、そこだったらそのメタキンのね、その装備してるからそんなダメージ軽減できてないし、そんな思ったより魔法使いだからな、身の守りも低いもんな。ホーミングフレア、攻撃上げることにまだ専念した方がマシだった可能性もあるけど、サイオラ、まあ一旦なダメージを与えることに専念して蓄積していこう一旦。オッケー、いいよ、悪くない、全然悪くない、行こう。そしてここでソードブレイクを誰に当てるかというお話でございますね。さあ頼むよ。さすがに当たらんのかい。13、ほう、まあ、お、うん、いっか、じゃあいいのか。いやー、魔法トーンの解雇か。13ってだってもうないじゃん、もはや無、13は無よそれは。でもこ、あ、でもこれもしかしてさ、相手がさ、これターン経過したってことは選べるわけだよね。もし仮にこれ多分爪で攻撃する技は絶対使えなくなってると思うんだけど、もう一つなんかビームみたいな光線のやつ、あれ使えるんだったらちょっとまずい。あ、いいよ。で、今度こそね、全然確定じゃなかった、全然確定じゃないし、あ、でもよかった、戸惑ってる。まあだったらギリ、でもちょっとこれ死ぬのでは。やめて、頼むよ大輝、君はきっと武器をたくさん使ってくれと信じている。あー、まあ、ゴールデンゴーレムとレックスは武器を使う、レンタザウルスは使わない。まあ、さっきと同じくらいか。まあ、ゴールデンゴーレムが一番防御力ないでしょって考えると、一番当たりやすいと考えると、まあさっきよりはマシなのかな。きっと彼は強いんだ、僕はそう信じているよ。ソードブレイカー、君の力を見せてくれ。さっきのは何かの間違いだったんだ、一回しか使えないだなんて。よし、行こう、ベギラマ、ソードブレイク、イオーラ、この三つを使うことが非常に安定しているということを見せつけてやろうぜ。おい、なあ、あいつらなんかに負ける。これなんだっけ、なんだっけこれ、あ、稲妻雷光山。でも戸惑わすことができれば全体攻撃を使、あー、いや、でもバキマだった、いいよ、そうだ、バギマだったら稲妻雷光山発動しないから。はあ、もうそういう時に限って何やってんの、本当に何も起こらないじゃん、そんなとこに攻撃しても。バギマだったらそう、稲妻雷光山発動しないし、物理の方だったらソードブレイクが発動できたらしっかりと、まあ単体攻撃まで減らすことができるから、どちらにしてもいいよねみたいなことを言おうと思っていたんだけど、結果としては全然関係ないデンタザウルスに攻撃するという悲しい結末。本当に終わってる。ソロプレイかなあ、わざとやってる、わざと困らせようとしている、避けて、まあよかった、まあそれはね、よかったよ、せめてもの救いです。そしてデンタックル、せめてもの救いです。単体攻撃ありがとう、しかもちゃんと当たってないし、よし、いいよ、まあここは一旦いいよ、じゃあイーブンで行こうよ。オッケー、分かった、じゃあそっちがそういうつもりだったら分かった、まあ、そういいよ、分かった、ありがとう、命中もさせないでくれてるし、しょうさ、じゃあ使わないでよ、いや発動しないんだろ、そういうことだろ、分かってる、君たちの言いたいことは。聞きす
ってねえ、引きすもう嫌だ、助けてくれ、助けてくれよ。いやでもきっとソードブレイクで今度こそうまいこと言ってくれて僕は信じてるんだ。こんなだってクソ雑魚なわけがないじゃないか。わざとなんだろ、ちょっとそうやってなんかね、接戦を演出してくれようとしてんでしょバギマね。じゃあこのね真ん中のハンマーみたいなやつ持ってるやつ、ハンマーユージロー、彼の武器破壊してくれよ、頼むよ。なんだったら永続効果でもいいよこれ。2ターンくらい続いてくれてやっとギリ許容できるかなくらいだから。さあ107いいよ。そしてもうダメだ、もうダメだ、この武器終わってる。そりゃ誰も使わねえや、そりゃ誰か使ってたら言うもん。え、お前ソードブレイカー使ってんのって言っちゃうよそれは。だってこんな見せられたらお前それはさすがにないってって言ってしまった。じゃあ最後にソードブレイカーには彼らと戦ってもらいましょうか。もうこれだったらさすがに勝てるでしょうってことで、今回は、あれだね、エターナルスラッシュという必殺技があるんだけど、それを使える3人を今回は編成してきて、まあ、ちょうどゾンビ系のシナジーもあるので、まあ、それなりに強い敵であると思うんだけど、ソードブレイカーで相手の攻撃を、まあ、動けなくするというか、戸惑わせることができれば、必殺技が不発になるので、それで一気に倒していこうという、かなりソードブレイカーのためのパーティーになってるんだけど、さすがにこれは勝ってほしい。武器破壊もめちゃめちゃ効く編成になってるんで、頼むぞ。本当に、ソードブレイカー一回でいいからやってくれ。もうやってくれないことには始まんないから、ソードブレイカーやってくれなかったらもう、僕らは何も手の施しようがないんで、もう全員武器破壊が効く編成になってるんで、本来だったらもう全員効いてくれてもおかしくないんだけどな。じゃあ、BBA かな。これで、エターナルスラッシュが発動するんで、まあ、1ターン目はもしかしたら先手取られちゃうかもしんないけど、2ターン目以降は少なからず発動してほしいけど、まずはイオラ。まあ、ここら辺は適当に、ダメージを削ってくれ編成なんで、まあ、そうね、ダメージはしっかりと蓄積。あれ意外と250、そっか、ナイトリッチが賢さ高いし、しかも、耐性とか持ってるんで、そこら辺で意外と効かないのか。さあ来た。エターナルスラッシュ、シンプルな必殺技。これどんくらいだっけ。あー、まあ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 、そんなに強くはないかな。そしてベギラマね。まあお互いにとりあえず、それなりのダメージ。まあそこまで別に、どっちかが偏って強いって感じではないかな。お互い多分ダメージ的には同じくらい。若干こっちの方が低い可能性がある。さあ頼むぜ、ソードブレイク。どうだ、お前も会心出すだけじゃダメなんよ、分かってる、今の状況、今の状況あなたは分かっていますか。あなたがブレイクしてくれないと負ける可能性が高いんですよ、分かってますソードブレイカーさん。いや本当に頼む、一旦なダメージは蓄積しているけど、お互い同じくらいなんで正直差が出ないってなってくると、先手取りやすい必殺技の方が若干強い優勢って感じになってるけど、まあまあエターナルスラッシュね、もう一回、まあ、ここは別にいいのよ。エターナルスラッシュ絶対使わない方が強い気はするけど、必殺技ね、はい、これでまあそれなりに効いちゃいます。でここブレイクしてくれ、頼む、本当にブレイクアーティスト選手権。いや会心じゃなくて、それそれそれ、ただ今の段階でやっちゃうと、これ単純に必殺使えないだけか。先にやってほしかったんだけど、まあ、会心出てくれたのは嬉しいけど、まあ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 、いっか。とりあえず、あ、武器なしになると、両方使えないの？あ、そうなんだ。それ知らなかった。へえ。あ、そこはちょっと見直したわ。自分でやってみないとやっぱり、わかんないもんあんね。そっかそっか。武器なしだと、実質動けない状態になって、ただまあ一切動けないんじゃなくて、まあ、武器なしの状態で戸惑いながら攻撃することになるって感じか。へえ、そうだったんだ。ちょっとソードブレイカーのこと勘違いしていたかもしんないけど、普通にやった方が強い剣について。そしてソードブレイク頼むよ、いけ、いいぞ、うわー、聞いてないってさ。いや確率低いな本当に。10回以上よ、ソードブレイカー当てたつもりなんだけどさ、カットしてる分も含めて。
まだ2回しか発動していないんだけど、本気で言ってる？マジで全然発動しない。剣の舞で、はい、またボン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 攻撃されて、344、シンプルに必殺使わない方が強い剣についてちょっと話していいですか？戸惑いながら攻撃。あの、強くね？戸惑って200？えげつな、まあ、ベギラマで、まあ、一旦ダメージ与えていくけど、あれ？ちょっと待って。もう一個気づいたこと言っていい？これ、ソードブレイカーで、ブレイクしちゃうと、必殺使えないわけでしょ？ブレイクしない方が強い気が、いやでも大丈夫、ここで必殺不発させられたら結構強いんで、そっちで行こう。頼むよ。お、いいよ、来た来た来た、頼む、それが見たい。お前が覚醒している瞬間を頼む。会心はえぐいけど